にちは。こんにちは。今日はうちの林先生にご登場いただいたんですけど、はい、ね、はい、なんで今日ご登場いただいたかというと、彼女はねものすごい花粉症なんですよね、はい、めちゃめちゃすごい花粉症で、で今マスク手に入んないじゃん。はいはいはい。どうしてやばくない？花粉症の人そうですよね。花粉症の話ってやっぱり時期になると盛り上がるので、お客さんと、ね、お客さんと話してたら、いちご酢飲んでから私大丈夫だよってお客さんが教えてくれて。いちご酢ね。いちご酢、いちご酢知ってた？いちご酢でもテレビで去年何回か多分やってたっぽくて調べたら、そうなんだ、知ってる方はもしかしたらいらっしゃるかもしれない。そうなんですよ。だから花粉症が今マスクなくて困っている方いっぱいいると思うので、うん、今日そのいちご酢を今日紹介したいなと。はいはいはい。いちご酢を飲むと花粉症が治る。はい、やばいな。いちご酢、そう、あれなのよ。僕も花粉症だったの、3年前取ってた時。僕あの時後天的になったのよね。取ったタイミングで花粉症になったの。ああなるほど。で、あ、これはきっと腸内環境悪くなっちゃったんだって自分で気づいて、ファスティング断食を始めたら治った。今腸内環境が綺麗になれば花粉症も良くなるじゃない、うん、だから俺が取った行動は断食っていう、なかなかみんなができるようなものじゃないじゃん。でもこれだったら誰でもできる、うん、飲むだけだし、うん、だからこっちの方が楽だから、なんか花粉症治す動画紹介しよう、じゃあ断食しろってなんって感じじゃん。そうですね。だったらこれ作って飲めばっていう的な情報ですね。はい、これ美味しいんでしょ。めちゃめちゃ美味しいですよ。美味しいじゃん。で俺その世の中のもので味覚的に酸っぱいの超苦手なの。酢、もう酸っぱいの本当苦手で、だから飲めるかなって心配。お酢にイチゴでしょ。でもリンゴ酢があるぐらいですからね。あ、確かにね。これは本当作るの簡単なの。難しくないです。本当にあの分量測るのであれば、イチゴ 250g、氷砂糖 250g、お酢 200ml。イチゴ 250g って何個？私もう測ったことないんです。大体ワンパック大体そうだと思います。あ、ワンパック、はい、そういうこと。じゃあもっと大きい瓶に作るんだ。作るときはもうちょっとこれの4倍くらい。ああ、でもあれだよね。このタッパーとかですかね。そうですね。それにイチゴ1パックぐらい入れて、お酢を。私はもう適当なんであれですけど、ジャバジャバって、あの穀物酢ってあるじゃないですか。あれもほとんど丸々1本入れちゃって、で私は氷砂糖じゃなくてサーモン糖ってあの茶色いお砂糖です。蜂蜜だとダメか。いや、いいらしいです。お酢も穀物酢でも米酢でもリンゴ酢でも何でもいいみたいですね。リンゴ酢だと元々がフルーツビネガーだから、うん、多分飲みやすくなると思います。なるほど。作り方はもう本当その超簡単。そうですね、めちゃめちゃ簡単、誰でも作れる。問題は味です。美味しくなかったら、はい、1日1杯いや、大さじ1、2杯ぐらいでいいらしいです。だけでいい。そんだけでいいの？で、飲むでもいいし、やっぱ苦手な人はサラダにかけるとか、ヨーグルトにかける、で牛乳で割る、ソーダで割るとか、なるほどね。いろいろ工夫できるみたいですね。じゃあ、ストレートで飲んでみよう、一回。飲みたい。ちょっと、一回飲んで、俺。いいですか？ちょっと飲んで。いただきます。あ、うまっ！うまっ！いや、これ感動ですよね。これ僕いちご好きだしお酢も好きなんでめっちゃうまい。いや、合うんですよ本当に。マジで？ちょっと酸味はあるけど、でも全然ですよね。うん、え、めっちゃうまっ。おー、ダメ。マジ？うまい。苦手なんですよね。めっちゃ苦手。俺もう匂いがあれだもん。酸っぱいですか？酸っぱいね。酸っぱいけど、これで花粉症治んだったら全然飲める。思ったよりカンってくるね。いや、くるんですよ。ウイスキーぐらいくるよ。ああ、重みはあるかもしれない。カッて。これ牛乳で割って飲むの？牛乳で割るとラッシー風って言って。マジで？でもね、美味しいんですよこれ。やってみてよ。いや、本当にトロトロするんですこれ。あ、そんなに？お酢と牛乳で分離しちゃうんで見た目はあれですけど。はい、いただきます。あ、全然いちご俺のちょっと薄い感じ。マジ？マジ？あ、マジ。ちょっと酸っぱいですけどね。酸っぱい？あ、大丈夫ですか？苦手な人は牛乳多めに入れたら本当に気になる。うん、これお酢苦手な人全然いけますよ。うまい、うまい。うん、これは美味しいかも。これは美味しい。牛乳入れられるこんな感じだね。私昨日豆乳でやったら豆乳も美味しかったです。豆乳いいね。はい、これはいい。これ飲み始めて3日目ぐらいは花粉やっぱり感じてたんですけど、うん、多分1週間もしないうちに、え、大丈夫かな、
マジ今結構あれだよ、花粉お客さんで花粉症ひどいって人結構いるのよ。絶対飲んでほしいね。で、いちご酢って知ってますって聞いたら何それって言われたよ。意外と知らないんじゃん、うん、お酢って基本的に成長作用がすごい、うん、あります。あるし、でそれをね、またビタミンってあれですから、よりね、腸内が綺麗になるから、うん、便秘の人とかにもいいし、ダイエット、ダイエットにすごいいいらしい、はい、で、その去年テレビでやってたのはダイエット目的で多分やってて、2週間いちご酢を取り続けてマイナス、ウエストがマイナス8センチ、ちょ、これ飲み続けたら痩せんじゃない、まあ、ただお砂糖が入ってる分でどうなのかなっていうのありますけどね。確かにね、蜂蜜でいけばいいんだよ。蜂蜜で、うん、ちょっと作ってやりなよ、今日から。あ、高血圧と中性脂肪も下がるらしいです。あ、高血圧にもいいんだ。コレステロールとか、じゃあもうすごいいいじゃん。めっちゃいいね、スーパーフードじゃん。ぜひおすすめなんで作ってください。なんか質問みたいなことあるね、コメントいただければ。そうですね、お答えする、はい、ぜひ作ってください。作ってみてください。作ってください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。